まさに今なんですけど、 NGT の出番が明日ということで、ドキドキ明日です、いよいよ、わあ明日だね。なんか放送2日間に分かれてるから、すごい今なんかドキドキ本当に、うん、でもとっても楽しみですね。ワクワク、しかも夜だからね、決まるのか。そう、あの多分 SNS には登場してると思うので、どっか755とかで多分暴れてると思いますので、ちょっと明日が配信がねできないかもしれないんですよね。そうなんです。そう、あのちょっと明日があれなので、うん、見守っていてくださり明日は本当あの私もドキドキしながら見守っているので、テレビをあの配信は明日はしないんですけど、うん、そう、あのね実況配信はねしませんね私は、うん、なので配信なしになるのですが、見てるのでよろしくお願いします。多分配信するともうあの自分を保っていられないから無理だドキドキしてそれどころじゃなくなるから、うん、明日は結果を何見守ることに集中したいと思います。そうなんです。そっか、今 SKE さんなんだ、はあ、怖い、怖すぎる、怖い、うん、なんかすごいね歌唱力って。そう、今日はあの頼んでたコスメがの配達を午前中にしてたんですよ。そうだから絶対受け取ってやるって思って朝早く起きて待ってました。なんかさ配達ってさ午前中だとこう大体8時からとか8時9時とかから12時くらいまでの時間帯じゃん。そうだからいつ届くのかってずっと待ってたんだけど、結構ねお昼前ギリギリに届けてくださって、そう、そうコスメだったの、あそうそうそう、荷物は届くってあの言ってたじゃない。で、そう今日届いた、欲しかったやつ、なんか今日のねお昼の12時にあのネギウサギのグッズが発売されるっていうのをネギウサギの公式インスタグラムのストーリーで見てて、そうそう昨日見てて、ですぐはるかに連絡して、はるかの LINE にメモグッズ買うって書き残しといて、チャットにもやったんだけど、
うわこれかわいいねこれいいよねっていうのを昨日 LINE で話してて、わかんない、私さ完売しちゃったらショックだからもうすぐに、いや多分今もどうなんだろう、今完売してるのかわからないんだけど、完売したら嫌だから12時ほぼぴったりに買って無事に欲しかった狙ってた、あ恥ずかしいカーラー出しちゃった、無事に狙ってたものいくつか買えました、よかった、届くの超楽しみ、なんかいろいろあってトートバッグとか買っちゃった、トートバッグとあとなんか巾着ポーチとあとなんかキーホルダーを買った、うん、よっしゃ、でもね届くのは結構まだまだ来月の頭くらいだから、あとうんちょっともうちょっと待つんですけど、めっちゃ楽しみだわ気づいたらすごい好きになってたネギウサギ、ポーチ嬉しかった、あんまりこうなんか自分で今まではそのなんかグッズ推しキャラのグッズとか買うことなかったんだけど、なんか最近はネギウサギは買っちゃった、届いたら見せますね、見せます見せます、多分あと1週間くらい1、2週間で届くと思うので、あの見せますね、楽しみ、今日さ公演だったじゃないですか、そうで見たんですよ公演、ちょうど最初から見れて、そう前座はあんま見れなかったけどちょうど始まった時に見れてちょくちょく見てて、そう花江の初日今日はだったんですけど、もうなんか1曲目の友達でいましょうで花江がカメラに抜かれた瞬間なんかもうブワッて涙がこみ上げてきて、わあ頑張ってるってもうほんと嬉しくてね、やっぱメンバーが初日を迎えることってすごく本人にとっては初日って本当になんか記憶にずっと残るし、そうだしなんかコールがもうね温かくて超聞こえたコールだし、サイリウムもねすごい多かったし、なんかそう自分の初日の日とか思い出したりしてね、うん、なんかさその、まあ、どのメンバーもそうだけどさ初日それぞれあるじゃん、それぞれの初日の日があるわけじゃんメンバーには、うん、でその同期の中でも早く初日を迎える人がいればその後に初日を迎えるメンバーもいるわけよ、でもで花江は、まあ、どちらかというと同期の中でも結構遅い方に初日を迎えたわけなんだけどさ、でも無事に今日を迎えられたことがすごい嬉しかったし、そのね今日を迎えるにあたって本人はもうもちろんめちゃくちゃに練習したのがもうビシバシ伝わってきたし、そのやっぱ周りの同期とか
先輩たちのそのなんだろうなフォローとかも見てていいなと思った、うん、これが見たかったんじゃと思ったそうなんだよ。なんかいつ初日を迎えるかって正直早いとか遅いとか別に関係ないと思ってて、うん、ね、やっぱ公演に出るっていうのはそのメンバーのファンの方にとってもすっごい嬉しいと思うし、それがいつであろうとね。そうだから、まあ、今日私こんな偉そうなことって今日出てないんですけど、そう今日は出てない今日は出てないんだけど、でも見ててすごい嬉しかったなって思った。たくさんの方の支えがあって初日迎えられるし、ね、もちろん本人はすごくすごく頑張って、うん、今日を迎えたと思うし、いいよね感動しちゃった。嬉しい。そう、2日に花江、私にとっての花江の初日は2日なのでめっちゃ楽しいです。でもよかった、一回 DMM で見といてよかった。絶対泣いちゃうから感動して花江泣いちゃうからよかったです、見といてうん、2日もめっちゃ楽しみですね。タキタキタキ。なんかあれだね、早くいろんなメンバー、まだ公演出てないメンバーとか4期生のメンバーもこれからどうなんだ、ちょっと公演がどうなるかとかわかんないんですけど、まあきっと一緒に出られる機会もこれから来ると思うので、そう、うん、まあ、一緒に出るのも楽しみだし、なんだろうな、ですかね。そう、ね、4期生はね、なんだろうな、すごいきっとまあそのあれだね4期生のみんなは、うん、なんだろうな、難しいなそのなんか絶対みんなどのメンバーにもどこにいても見てくれてる人はいるし、応援してくださってる方が絶対にいるから本当に大切にしてほしいし、みんなそう、あとそのなんだろう、あんまり、いやこれは私もなんだけど、あんまりその人と比べすぎないことも大切なんじゃないかなと思う。まあ私は本当に人と自分を比べちゃうけどね、でも比べすぎは良くない、うん、そうそう、そのなんかね、今はさまだ公演のその前座
おしゃべり会とかもまだ全メンバーがやってるわけじゃないしさ、前座でね、前座でさファンの方の前に立てるめっちゃいい場をもらってると思うし、その今は多分活動の場が前座じゃないですか、あの前座が一番じゃないですか、他のねお仕事、個人仕事とかもちょくちょくやってるメンバーもいるけど、そうそう、だから多分今やってるのが前座だけだから、そのなんだろう、ダンスが全てとか歌が全てとか思っちゃってるメンバーもいるのかもしれない。そう、パフォーマンスが良くないとダメなんだとか、でもなんかそう、それ全然そんなことないしね、なんかさこれから、そうそう、おしゃべり会とかさいろいろある中で、なんかそうなんだよ、今の自分が今、うん、なんだろうな、そうそう、今が全てだと全然思わなくていいと思うんだよね、みんなにはっていうのを言いたいんだけど、まあ言えないのでうんね、いろいろ悩んでる子も多いのかなと思うんだけどさ、そうそう、でもすごい気持ちわかる、だって今がそのね、前座しかないって言ったらあれだけど、前座じゃないですか、そう、今のあれが、うん、なんか全然話聞くのにって思うけどいろいろあるよね、まあ悩むことは、でもそれをさこうマイナスな、まあ気持ちもわかるわな、めちゃくちゃマイナスな感情を外に出したくなる気持ちもすごいわかるし、だからそうなんだよね、難しいよね。でもさ、そのただそのさマイナスな気持ちを外に出すだけじゃダメだよね、でも全然いいと思うけど、そうだよ、だってさもうすぐそばにさ見守って、いつもね見守ってくださってる方がいっぱいいるんだからさ、まあなんと言ったら言ったらいいのかわからないですけど全然本当に今が全てじゃないよっていうのは言いたいかなそう、でもそれはさわからないよね、私もわかんなかったもん当時、なんか落ち込むことがあった時とかさ、あーもうこの先もうダメなのかもしれないって思うのはもうほんと当たり前、絶対思うよ、私も思ってたもん
そうそう、そうなの。でもそこで助けてくれるのはファンの皆さんなので、そうそう、いつだってね。だからなんか、うん、少しでも前向きになれたらいいけどね。ね、ちょっとくじけないでほしいな。頑張ってるからね、全員。そうそう、逆にそのすっごい落ち込んだっていう経験がさ、後々になって、あれがあったから今の自分がいるなって思えるから、私は今思えてるから、こうなんかやっぱ私もさ、ダンスとか歌とかさ、周りとダンスとか歌とか、あと顔とか他のスタイルとかさ、もうどうにもならないもの、他のメンバーと比べて、ああなんでなんだろう、なんで自分はって思ってたけど、でもなんか逆に自分これなら負けない、これこのこれなら絶対に勝てる、他のメンバーにも負けないみたいなものを探せたらすごいいいよね。でどのメンバーにもそれは絶対にあることだし、何かまだ見つけてないだけで、だしそれを見つけるのってなんか、ね、その公演かもしれないし、おしゃべり会かもしれないし、なんかロケかもしれないし、そう、そうなんだよ、ショールームかもしれないし、みんなで頑張っていきましょうよ、これからの NGT を盛り上げていきましょうよ、うん、そうそう、そうなんだよ、頑張ろうぜみんな。だからこんなのんきな先輩ダメだ。そうだよ、あのね、本当にこれから楽しいこといっぱいあると思うし、嬉しいこと楽しいこと、そういっぱいあるから、こう今はね、先のことが見えなくても、なんかね、くじけないでほしいな、うん、こんな偉そうに語って。やだな。偉そうな人みたいになっちゃった。すいません。こんな。
と言うつもりなかったけど、結局何が言いたいのか分かんなかったし、まあでも気持ちわかるからな。そう、みんなどっちの気もなんか、そうみんなの気持ちがわかります。わかる、すごくわかる。わかるよ、わかる。まあ、私はなんかそんなみんなの前でこれをさ、メンバー4、なんか後輩4期生の前でこれを語るみたいなことはちょっと絶対できないので。そうだから、まあ、ぜひ相談がもう私でいいのなら答えしますみたいな感じの気持ちでやっております。できないよ、できないよ、できない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 よ。私がもっと頑張って、そう、もっと頑張ってちゃんと自分の経験とかこうしっかりアドバイスをできるようなその先輩になります、これから。そうなんだ。今はね、まだそんな私はそんな言える立場でもないんですね。そう、そうなんですよ。でも少なくともメンバーの今思ってることとか悩んでることとかの気持ちは分かってあげられるのかなと思うので、まあでもなんか今は私はそんな言う時期でもないのかなと思った。今は本当にみんなそれぞれいろいろ悩んでると思うけど、ちょっともう頑張って頑張ってほしい。私も頑張るから、みんなで頑張ろうぜ。本当にみんなで頑張ろう。でもさ、今前座とかあと受付まで、そう受付もうあれもすごい、私はもう超超超いい機会だと思っていて、こんなに私はもう本当に毎日ああこれ受付行きてーって思ってるくらい、もうすごいいいチャンスなんですよね。チャンスというかすごい羨ましい、あんた超羨ましい。そうだよ、だってお話できるんでしょ。そう、それってすごくいいことだから、この私の
もう本当にこういう行きたい気持ちをそう背負って、いや背負わなくていいよ、背負わなくていいけど、あの楽しんでほしい、そういう時間、羨ましい羨ましい、うん、いいよねいいよね。まあでもこのあのかといって今この今聞いてくださっている皆さんにこう4期生にメロメロになってくださいとは全く言っていないので私はい、あのねそんなね受付でね話してね、あーかわいい好きみたいな本当に許さないからねあ受付今日は何々ちゃんだ、かわいい好きとかだったら本当に許さんからなうん、ちょっと気をつけて、気をつけてくださいはい、そこは気をつけていただいて、見てるかもしれないよ私後ろから、みんながニヤニヤしながら話してるところ見ないけど、見ないけどね、私はその時間必死に公演の準備してるから見ないけど、見ないけど頼みますよ皆さん本当にもう気になって気になって仕方ない、何話してんだろうな、はい、ということで、あの今日の配信は釘を刺して終わりです最後にごめんなさいね、今日は短いです、寂しいですか配信が短くて、寂しいですか、寂しい、あー嬉しいあー嬉しい、今日はこれにて終了にします、あの今この裏では歌唱力がちょっと行われているのであまり長くやるのは良くないのかなって思ってて、この辺で終わりにしますね。じゃあランキング読みますね。73位、あーすいません、漢字弱くて私これなんて読むのか分かんないです、なんちゃらチャーハン、誰か助けて、73位の方なんて読むのか教えてください73位の方あのなんて読むんだよって、これはこう読みますよって教えてください。乱秋チャーハン、美味しそう、ありがとうございます。じゃあいつも通りいきます。13位、秋田のゆういち、ありがとうございます。12位、リサ、ありがとうございます。
11位りゅうちゃん、ありがとうございます。10位金髪のゆうすけ、ありがとうございます。9位みちおちゃん、ありがとうございます。8位たかのん、ありがとうございます。7位とみ、ありがとうございます。6位はる、ありがとうございます。5位うずめ、ありがとうございます。4位ふうか、ありがとうございます。3位せってんが、ありがとうございます。2位お酒、ありがとうございます。そして1位日焼け、ありがとうございます。じゃあまた配信しますね。ありがとう。ちょっと短い時間でしたが、ありがとうございました。またね。ありがとう。おやすみ。ありがとう。